シャーロック・ホームズの宇宙戦争は、マンディー・ W ・ウェルマンとウェイド・ウェルマン親子の共作によるアメリカの SF 小説。題名の通り、シャーロック・ホームズが宇宙戦争に遭遇していたらという内容になっている。前日の通り、コナンドイルのシャーロック・ホームズシリーズと、H.G. ウェルズの宇宙戦争を題材とした SF 小説であるが、他にも両者の作品から、 人物や事象が採用されている。とはいえ、ウェルズの方は SF 短編、水晶の卵を前日弾として組み込まれているに止まっている。ドイルの作品からは、ホームズシリーズからは、ジョン・ h ワトスン、ハドスン夫人といったおなじみの面々などが登場する。一方、失われた世界などの主役である、チャレンジャー教授も登場して活躍しており、本作の主人公は、 彼とホームズの二人である。また、出番は少ないながら、同作のジョン・ロクストン卿も登場する。なお、本作は、前後部で構成されているが、前半の三編の記録者は、エドワード・ダン・マローン、後半の二編の記録者は、ワトスン、と設定されている。ハドスン夫人に関する記述は、マローンと、ワトスンでは大きく食い違っている。以下は、目次、著者前書き、 ジョブにより作成。ワトスンは通常通り一人称、一方のマローンは三人称で描写している。日本語訳は草原推理文庫 SF より1980年に刊行された。翻訳者は深町マリコ。本作の着想は息子のウェードウェルマンが1968年に映画恐怖の研究を見ていたものである。これはシャーロック・ホームズが切り裂き、 ジャック事件を扱うもので、それを応用し、父親の協力を受けて執筆された。なお、チャレンジャー教授の登場を提案したのは、父のマンディである。またウェードは、宇宙戦争は、ギッド・ドモーパスさんの、ルオルラの影響を受けていると述べている。彼は、その映画化作品、狂人日記を見ており、本作のヒントにしたという。なお、ルオルラをホームズが読み、 モーパスさんについて語るシーンもある以上に関しては順に本書、宇宙戦争、タイムマシンと省略する。ありがとうございます。